なんでこんなこと起こったんや。もう皆さんご存知でしょう。例のゆっくり茶番劇騒動ですよ。説明するまでもないでしょう。商標制度を悪用した乗っ取りですよ。私、法律とか全然詳しくありません。ですが、チャンネルを一度乗っ取られかけたことがあるので他人事ではありません。聞けば、その商標を取得したという人物はゆっくり動画を全然制作していないそうです。さらに投稿に愛着がなくても全然構わない。ゆっくり茶番劇はビジネスに過ぎないとかいう意味のことを言ったとか。例えば、ダッチさんとかこういうやつに10万円払わないといけないんだ。当人が騒ぎにビビって使用料は無料でいいと言ったのはもう知ってますよ。でも、こういう出会いは騒ぎが収まったらまた金を手に入るぜ。そもそもゆっくり動画とかそういう枠を抜きにしてですね。ビジネスというものは社会貢献が基本。ゲーム実況、娯楽を提供してますよね。縛りプレイとか特定のキャラでプレイして攻略する。立派な娯楽の提供です。歴史動画の話をしましょうか。知識の乏しい中高生が歴史動画を制作したとしましょう。仮に視聴者の皆さんにとっては全部知ってるぜって内容かもしれない。でも、それで歴史好き同士が集まる、人の輪ができる、コミュニティが形成されるわけでしょう。法律を悪用した人にどんな人の輪が作れるというのでしょうかね。そもそもゆっくり茶番ではなくて茶番劇というのが悪質。ゆっくり茶番って動画数多いけど茶番劇ってのはそんなに数多くない。それで商標登録取った後ゆっくり茶番にも名前が似てるって因縁つけて金をせしめようって魂胆だったんでしょうね。これがうまくいったら次はゆっくり実況とゆっくり解説に手をつけるつもりだろうな。繰り返し申し上げますがビジネスは社会貢献が基本。大事なことなので二度言わせていただきました。そして社会的立場のある皆様にお願いいたします。どうか僕たちのゆっくり文化を守るのに力をお貸しください。よろしくお願いいたします。